妹を温かく見守る気のいいお母さんの4人家族で仲良く暮らしていました。大人になるって大変なことやな。勉強を卒業して待ってるのが堂々やもんな。いいか、勉強は力を身につけるアイテム、労働は社会に貢献し生きるための基盤。なんやけど、そこにはまだまだ大切なものがあってやで。ちょっと思い出すからちょっとお待ちください。まだまだそのままでいいよ。けど夢はでかく。